里親になったら、あ、そう、プレゼントはい、プレゼントするっていう。なんか今まで何今までは20頭弱くらいですね。あ、本当ですか。こうしてファープレゼントした。このファーボーファープレゼント、はい、プレゼントされるわけですね。譲渡会のイベントで今日多分決まらないと思うんですけど、はい、後々決まった方々に、はい、決まったら郵送でプレゼントしてます。すごい、いや、イケメンですね。いや、頑張ってます。変わらずイケメンですね。あ、先生に撮ってもらって。あ、そうなんだね。ガッツリガッツリちょっと YouTube に載りますんで。お願いします。お願いします。はい、宮古島から来てますから。あ、宮古島から。はい、こっちのここはこのエリアは宮古島なんです。やっぱ宮古は中型が多いですね。そうでね、ちょっとちっちゃいんですよね、宮古はね。山口はああやって大きくなっちゃうんですけど、あ、宮古の子ってそんな大きくないくらいのサイズ感だから。はい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 。そうです、そうですね。そうそう。で、みんなね、なんか夏っぽい子が多いんですよ、宮古って。多分野犬じゃないから。あー、はい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 。そういうのね、が多いから、可愛いですよ。可愛いから。でもほら、撮ってもらえるよ、先生に。可愛い。可愛い、可愛い。可愛さを思いっきり。だから、直樹です。おなおき、お顔を見せて先生。なんかやっぱ珍しい顔してますよね。なんかね、不思議、いろんなのが混ざってる。そう、いろんなのが輪も混ざっちゃってる感じ。そうです、そうです、そうです、ね、そうそうそう。へぇ、なんかビーグル風でもあるし、なんかジャック・ラッセルみたいな毛がしてますし。すごい、面白いですね。寝ちゃってる。みんなお休み、みんなお休みモード。誰に来てる子、こっちが行ったら、っていいんだろう。もうどなたかに、あれです。あ、だからこんな賢いのか。偉いな。潰されてる。前回も動画にしましたんで。YouTube 上がってます。夜の獣医師ユッティ。今回もあげますんで。いや、もうちょっと可愛さを存分にちょっと余すことなく。でもこういうなんか、もともとここの主催の美穂さんと実は知り合いで、でこういうところにちょっと顔を出して、ちょっと動画に出してっていう形で、そういうちょっと貢献を。こんちゃん、こまちゃん、こまちゃん、ほわちゃん、ほわほわちゃん。あ、ほわ。テンション低い。テンションもうずっとこのテンション、スンとしてる。スンとしてますね。あら、かわいい。あ、じゃあ今日は保護犬の譲渡会を主催って言うんですか。はい、主催させていただいてます。主催していただいてる桐山真希さん、はい、桐山真希さん、はい、お越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まただいぶなんか綺麗な、本当に豪華な場所でやられてますけれども、結構3ヶ月に1回という、はい、はい、なんで、まあ、このようなところでの、まあ、主催に至ったのかっていう。ですね、まあ、元々はワンちゃんを飼っていて、はい、で、亡くなってしまい16歳で、はい、でちょっと時間が空いてしまい、ワンコ大好きだから触れ合いたくて、はい、ボランティアをし始めました。そういう保護団体さんに、はい、
で、まあ、ご縁があって、迎えたところが今3頭いるんですけど、1頭が、イモさん。お今撮ってくれてるんですけど、はい、でもすごいカメラアングルめっちゃ慣れてます、ね、すごい、すごいいい。それで美穂さんのところから、はい、あのうちに譲渡してもらって、崩壊した繁殖犬、繁殖場から、はい、そうで、そういうのをいろいろ知るきっかけをいただき、で、あの知事預かりボランティアっていうのもやらせてもらって、はい、一瞬でそれは終了したんですけども、はい、お迎えしたんでね、お迎えしちゃったんですけど、お迎えして一瞬で終了、そう、もうできないんですよ、もう気持ちが入っちゃって、もう次だって別のお家に行くって考えると、もうそれが無理だったんですよ。そう だからなんか譲渡会の前の人がめっちゃ泣いてて、あそうですよね、もう別れ、そう別れ、そうだからなんかこう探さなきゃいけないんだけど探したくない、はい、だからずっとこうやってやってたんですけど、ベッキーさんに全体を迎え入れたいなんか応援しますって言ってくれて、まあ、あのうちに来ることになり、で私ができることといえば、あのすごいもう美穂さんがもうすごい献身的にいろんなことをされてるから、いや本当ですね、もうたくさん迎えて、そうもうね、センター作りも、そう私それにすごいもうなんか尊敬してて、だけど自分ができることをやりたいと思って、じゃあなんかその譲渡会を私が主催して、はい、でまああのなんていうの、迎え入れて、はい、そこでしてもらう、はい、で、はい、あとは、はい、なんかこうファッションと譲渡会とか、はい、もっと身近な、そうですね、そうあの譲渡会にしたくて、はい、でまあ買えなくても、はい、そのチャリティーグッズを買ってもらったら、そのミオさんのところに、あの寄付できるとか、そうですよね、そうだからそういうのをもっともっと身近にできるようにしたいと思って、場所も青山っていうことにこだわってます。いやいやすごい、はい、もう綺麗綺麗な、もうそう保護犬っていうと なんかやっぱりちょっと過去とか、はい、あの背景とかを考えると若干なんか暗くなりがちな、うん、まあみんなのやっぱ一般的な多分考えがあると思うんですけど、やっぱこういう綺麗なところで華やかにやると、まあ踏み入れやすいですし、そういうなんかイメージもだいぶ、まあ、どんどん払拭されてきてますけどね。まあそうですよね、でもやっぱまだまだやっぱその保護犬っていうところにイメージが、まあなんかちょっとなんていうの、まあ昔よりは全然良くなりましたよね、良くなった野犬みたいなね、そういうイメージありましたけど、だからなんかもうあの青山とかで、はい、もう若い方とか、そうですね、参加者も相当ね皆さん若い、おしゃれな方も多いですよね、だから本当興味持ってもらって、しかももう美穂さんのところに来た子たちってみんな最初はみたいな感じな子もいるけど、もう愛情を注いですっごいみんな幸せなんですよ、人懐っこい子多いですよ、そうそうそう、だからもう美穂さんのところに来た時からもうみんなかわいそうは終わって、はい、そこからもう幸せのスタートが始まってて、でもう OK が出たら、もうなんか次の家族が見つかる OK が出たらここに参加をされてるんですけど、もうみんなねキラキラしてて、みんな本当そうですね、可愛いんですよ、はい、人懐っこくて、そう、はい、でアフターケアもその美穂さんもちゃんとしてるし、だからなんか私はもうこれを主催していろんな人に知ってもらいたいっていうことと、でチャリティーグッズとかをこのなんていうのかな、もう私が欲しいもんを出品してもらって、はい、はい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 、あの自分が欲しいもんだから自信持っていいと思ってるものをあの出品してもらってるんで、あのそうだから自信持って、はい、はい、あの来てくださいって言われました、来てください、そう、すごい、これだけの方がもう主催してくれたらもうだいぶね、すごい力強いと思います、はい、思い一本でやってます、思いでやってます、3ヶ月に一度ここでやられてるんですね、はい、そうです、3ヶ月に1回、はい、もうなんかこれも続けていくことで、そうですね、継続がやっぱりどん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 広がっていく上で、そうなんです、だから3ヶ月に1回だから今6月なんで、はい、次9月、その次12月、そう、なんかもうそのターンで覚えてもらって、そうですよね、はい、あそこに行けば可愛い子いる、なんか素敵なチャリティーグッズあるから、なんかお散歩がてらとかおデートとか、なんか来やすいですからね、来やすいですから、はい、駅から3分ぐらいに、いやめちゃくちゃ近い、表参道めちゃくちゃ近い、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。